んですよ。それしかもう日本を救う手立てはない。ヒーローは現れない。はい、皆さん、2時間55分の映画ね、どうでしたでしょうか。ありがとうございます。はい、まあこの記録映画はですね、今見るともうすでにすごい遠い昔のことみたいに私感じるんですが、でもですね、まあついこの間のことですのでね、これ一人でも多くの党員の皆さん、そして党員のご家族の方、党員の、お友達の方、本当に一人でも多い日本の国民の皆さんに見ていただきたいなというふうに思いました。で、あとは、ぜひね、これが3年後、10年後、本当に日本が変わった時にですね、またこの映画を見返したいなというふうに思いました。内田監督、本当にありがとうございました。どちらにいらっしゃるか分かりません。ありがとうございました。皆さん夜ですけど、おはようございます。今日ここに来てくださった皆様、それから党員の10万人の皆さん、そして投票してくださった180数万人票のその皆さんね、本当に皆さんの力があったので参政党がここまで奇跡を起こせたんだと思います。私もですね、お花畑星人と散々言ってて、自分も地獄の底に落ちた8月でございました。でもなんで戻ってきたかって言ったら、自分の病院を再建することじゃなくって、自分がもう一度仕事をすることじゃなくって、自分が参政党に戻って仕事をすることじゃなくて、この国を良くして、大和魂で日本を良くするためなんですよ、皆さん。だから絶対に復活しなきゃいけなかったし、そんなの単なる通過地点。私たちが生きてる間に、この国が完全に独立をして日本人らしい素晴らしい国になる。もしかしたら見れないかもしれないけれども、でも絶対にやらなきゃいけないんですよ。私たちの将来、子供、孫、そして7代先、8代先、いや、2600年先ぐらいまで、僕らがやらなかったら、一体誰がやるんですか、皆さん。だからこの国を、本当に僕たちが誇りある、ね、自分たちが本当に日本で生まれてきてよかったというそういう国にして、そして私たちの子供たち孫たちにバトンを皆さん渡そうじゃありませんか。そうでしょ。僕はこの映画を見て、自分が出てくるのに計らずも感動して20回ぐらい泣いてしまいました。まるで映画を見てるようでした。そうです、これは記録なんです。映画なんですけども、記録なんですよね。これは事実なんですけども、本当に映画のようなこの約12月、ね、22日の記者会見から始まってありましたけども、皆さん映画はまだ続くんですよ。これからまだあるんですよ。そうだ。だからみんなで一緒に頑張りましょう。それが参政党です。そうですよね、神谷さん、松田先生、本当に今日は皆さん遅い時間までありがとうございました。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。皆さんが参加できる政治を作る、どういう活動をどういうふうに作っていくか、政策をどう作っていくかに関しても党員が自分たちで作れる。だから DIY